どうも、ハイチーです。いつもとちょっと違うアングルなんですけど、今回はですね、ある、まあ、相談というか、もらったメールに対して思うことを喋ります。喋りますが、ちょっと親バカタイムにお付き合いください。今映ってるこれね、これ映すためにちょっとこのアングルで今回撮ってるんですけど、これ、まあ、うち子供が2人いて、男の子2人なんですけど、上のお兄ちゃん今4歳なのね、年少さんですね、今ね。で、これプラレールが好きでね、まあ普段よく遊んでるんですけど、これ、今丸のコースがさ、4段積み重なってるの、4つ、4つ新幹線が走れるようになってるんだけど、1年前くらいかな、確かに、いつも俺がコースを作ってあげて走らせるんだけど、このコースを作ってあげて、すごいなんかね、喜んでたの。かっこいいみたいな、そう。で、この前、黙々と自分でね、このコースを作ってて、俺全く手伝わないでね、そう。で、パパーって、パパが前作ってくれたコース作れたって言ってて、そう。で、うわっと思って感動したっていう話をしました。動画止めないでね。おいみたいなね、思うかもしれないけど、実はこの話したのは理由があって、今回もらった話す、まあ、相談というか、何かっていうと、自分が成長してる気がしないっていう相談が多いんです。この時期毎年多いんですけど、で、それプラス、周りは伸びてるように見えるんだけど、自分が伸びてない。つまり、周りは成長してるように見えるんだけど、自分は成長してないって、どうすればいいですかとか、いうね。どうモチベーション上げたらいいですかとかね、いろいろあるんですけど、まずですね、成長してないっていうことはないよっていうところを思おうぜ。だって、みんなさ、この時期勉強しながら、いろんなこと考えると思うの。おそらくネガティブなことを、ネガティブって言ったらあれだけど、これ勉強してもどうせ伸びねえんじゃねえかなとか、特に今伸びてない子、伸び悩んでる子なんかは特にそうだと思う。どうやってもどうせ無駄じゃねえかなって思いながら勉強したりとか、学校とか、家族といざこざがあったらそっちのことで考えてしまったりとかすると思うんだよね。でも、いろんなこと、いろんな悩みを持ちながらも、勉強机に座って勉強問題解いてる時点で、いや、成長するって。だそこはまず褒めようぜっていうふうに思うとこだし、まあ、隣の庭がね、青く見えるって言いますけど、周りはやっぱよく見えるんだよ。で、基本的に、これは学生だけじゃなくって、社会人になっても、俺らと同い年ぐらいになってもそうなんだけど、自己肯定、自分を肯定することね、自分をプラスに見ること、プラスの面を見ることって、やっぱ人って苦手なんだよね。そう。だから、自分を振り返った時に、みんな長所と短所って、短所の方がいっぱい上がると思うんだよ、自分のことって。プラスのとこが見えない、なかなか思いつかないみたいな。でも、周り、仲いい子とかちょっと想像してほしいんだけど、長所と短所を上げてみ、多分長所の方が上がるから。そう。人のことは、肯定、まあ、他人は肯定して考えられるのに、自分は、まあ、ネガティブなところですよね。ばっかり目がいってしまうもんなんだよ、そうなってると。だから、そこを比べちゃったらさ、きつくない？だってね、マイナスばっかり見てる人間と、プラスを見てる人間、どっちが素晴らしいって、プラスの方に行くって。っていう状況になってるからね、みんなきっと。そう思ってる子たちはきっとね。だから、まずそういう風になってるよなってところ。で、自分のプラスをね、見るってもう難しかったりとか、言ってしまえばさ、長所なんて一個もないんで、とかって言い切る子もいるから、ともうこの言葉さえも届かないかもしれないけど、そこは不公平な争いをしてるから、まあ他人と比べていいことはないよとは思う。そう。自分は他人と比べて得るものは優しくないっていつも思ってるんですけど、そう。だから他人と比べて、自分よりいい人と比べても自分が、なんだろう、悪く感じるじゃん。ネガティブに感じるだけだし、じゃあ、自分よりダメな人間見たとしても、いらない安心感得られるだけなんだよ。あいつもっとバカだから俺勉強しなくていいや、みたいな。いらないでしょ、そんな。そう。だから他人と比べて得るものは優しくないんで、基本的には比べない方がいい。比べちゃうけどね。比べちゃうけど、比べてる時にはそういう不公平な争いが起きてるということをぜひ自覚してもらえるといいかなと思います。うん。で、まあ、この辺ね、さっきお兄ちゃんの話をしましたけど、うちのお兄ちゃん、まあ、今4歳でさ、すごいプライドが高いんですよ。プライドが高いって言ったらあいつに悪いけど、完璧主義なの。これはもう完全に俺に似てしまって、変にね、もう変なとこ受け継いでしまったんだけど、こう、できないことが許せないんですよ。自分ができないことが。で、そういうタイプで、だからこのプラレールのコースとかも昔は作れなくてさ、すごいイライラするの、作れないと。あーみたいな。で、これ橋とかある、橋はね、黄色の橋なんだけど、こういうのを作るんだけど、コースとコースの溝に置かないとうまくできないのね。で、それが崩れちゃったりとかすると泣いちゃったりとかする子で。で、
そういう時に俺は、まあ、子育てする上でずっと言い聞かせてることがあって、息子に、まあ、何個かあるんですけど、その一個ができないんだったらできるまで練習するしかないんだよっていうのを言い聞かせてるのね。で、まあ、ちっちゃい時からそれずっと言ってるから、これができた時とか、例えばできなかった時、ことができるようになった時とかあった時に、やっぱお兄ちゃんとかはパッパーっていっぱい練習したからかなみたいなを言ってくるのね。そうだよって、頑張ったなみたいな話をするんですけど、やっぱりそれってその小さい子に言えることだけじゃなくって、みんなの年代もそうだし、俺らの年代もきっとそう、変わらないと思うんだよ、本質だと思ってて。だから、まあ、勉強、まあ、伸びなかったりとかで悩んでる子たくさんいると思うの。もちろんやり方にちょっと改善点があるかもしれないけど、でもやっぱり伸びるまでやろうよっていうところに行き着いちゃうの、俺はね。自分もできないこといっぱいあるし、でもできないんだったら練習するしかないんだよね。他人がその能力を与えてくれるなんて魔法はないじゃんか。みんなもさ、これ読んだら偏差値10上がりますよなんてものはないでしょ。誰かと出会って握手したら偏差値5上がりますとかないわけ。だから自分でやるしかないんだよね。だからなんか、飲み悩んでる子に言うのはあれなのかなとも思ったんですけど、でもやっぱり自分の本質はそこだし、こう今は辛かったりした時に俺の今言った言葉はイラッとする言葉にしか聞こえないかもしれないけど、でもちょっとこうモチベーションが回復して頑張ろうと思った時に思い出してもらえたら嬉しいなと思って、今回ちょっとこの話をさせてもらいました。はい、ということでね、ちょっとダラダラ話してきましたが、お付き合いいただきありがとうございました。勉強頑張ってねっていう話をしましたけど、一番大事なのはやっぱり体がまず大事、体が資本だからね。寒くなってきたし、乾燥もしてるんで非常に風邪ひきやすい時期になりました。なので、まあ、しっかり食べて、で手洗いうがいして、しっかり寝る、ね、その体調を整えた上で、みんな、なんだろう、伸びしろがいっぱいあるからさ、まだそれを信じて頑張って成績を上げていってもらえたらと思います。俺もね、みんなに負けないように、負けないくらいか頑張りますんで、ぜひね、お互い頑張っていきましょう。